はい、というわけで皆さんこんばんは。開封大好き吉弘のハレリアセールランキングのお時間がね、今週もやってまいりました。で、今週のセールはね、こちらですね、大宮店オープン記念セールっていうわけなんで、まあ、ついにね、埼玉にもね、ハレリアができましたね。で、これのオープンが明日なんですよね。だからこの動画見てね、まあ、流れでね、行ける人はね、行ってみてもらえたらなと思います。というわけで今週もね、俺の偏見と独断多めのまあランキングなんですけど、まあいい商品をね、まあ、ピックアップしてると思うので、まあいい商品があったらね、ぜひ買ってみてください。というわけで10位から発表いきたいと思います。というわけで、まず第10位の発表です。で、第10位はこちらですね。王神の玉座308円で週間販売枚数が49枚とね、めちゃんこ売れてますね。このカードはね、アモンケットに登場した、まあ、結構ね、ニッチなアーティファクトなんだけど、まあ、軽い上にね、効果もすごいでかいんだけど、その代わり伝説のアーティファクトっていうので、まあ、1枚しか置けないんだけど、まあ、能力がね、自分のターンの終了時に、まあ、自分のね、クリーチャーがタップ状態だったら、そのタップ状態の数だけ対戦相手がライフ失うっていう効果なんで、まあ、その小粒のね、クリーチャーいっぱい展開させるデッキだったりすると、まあ、いっぱいアタックしてね、そのアタックした分だけ相手がさらにダメージ受けるっていうことで、まあ、強いんだけど、まあ、懸念点としてはね、まあ、そのアタックしに行った小粒って、まあ、でかいクリチャーにブロックされて死んじゃうから、まあ、どんどん頭数が減ってって、まあ、そのうちね全然相手のライフルーズさせられないっていう展開になりがちなんだけど、なんだろうね、まあ、その神話でね、そうモダンの神話で、まあ、時々使われてて、まあ、モダンの神話ってそのアーティファクトをタップさせることでマナ出したりできるので、まあ、そのマナ出したりするついでにね対戦相手のライフ奪っていくっていうので、まあ、結構強かったんですよね。でさらにアーティファクトって起動能力を止めるカードたくさんあるから、まあ、そういうのにね対策されがちなんだけど、これってね誘発しか持ってないので、割とアーティファクト対策にもね引っかかりづらいっていうことで、まあそういうので、まあ、昔神話で使われてたんですけど、最近だったらね、多分あの逃走者デッキのラスリルとめちゃめちゃ相性いいんですよね。そのラスリルってあのエルフを10体タップさせることで10点ドレインできるので、あの10点ドレインしつつ、さらにあのエルフが10体タップしてるから10点ルーズもつくっていうことで、まあ、しかも対戦相手全員だからね、多分そういうのでねちょっと需要が上がってきて、まあ、こんなねアモンケット機のなんかほとんど使われなかったカードが今308円で、まあ、売り切れと。その代わりこれね日本語だったらあの80円であるからね、だからあのあれセールのやつよりもなんか4分の1ぐらいで買えるじゃんっていうのが、あのまだ在庫あるので、まあ、今のね俺のこのセールスポイント聞いてちょっとエルフで使ってみようかなって思った方はね、ぜひあの買ってみてください。ちなみにパイオニアでもね、まあ、あの白タンウィニーとかねできた際、てか何ウィニーができてもこれ無色なんで入るから、それ小粒 B とかね流行った時とかにはね、なんかもう一回見直されそうなカードであるので、まあ、よかったらねこの機会にね買ってみてください。王神の玉座でした。続いて第9位の発表で、第9位はこちらですね。ちょうど俺も買おうかなって思ってた商品で、千染の太陽408円ですね。で、週間販売枚数も17枚って、まあまあ売れてますよね。で、このカードはね、有名カード、千染の月っていうカードの調整版のカードで、で、千染の月はね、その特殊地形が全部山になるっていう効果だから、だから多色系デッキがもう赤物しか出ないみたいになって、もうほぼ行動できなくなるようなやばいエンチャントのその調整版なんですけど、このカードがね、失わせる能力っていうのが、そのマナ能力以外の全ての能力を失わせるっていう効果だから、だから言うて土地って、まあ時々クリーチャー化したりとか、なんか20、20破壊不能みたいに出したりするけど、マナさえ出ればね、何も問題ないから、あれこれ何の対策にもなってないじゃんと思いきや、そうね、マナをチートする系のデッキが、その土地をね、割られなくさせるんですよね。大体土地破壊って流れでやりたいから、その土地がね、あの、持ったりしがちなんですけど、その土地破壊の能力を持った土地が起動できなくなるから、だからね、そのトロンとかが、なんかあの平然とこれを置いて、あの、相手のその土地破壊を妨害しながらこっちはね、7マナ出すみたいなことができちゃうので、だからね、あの、土地対策なんだけど、これね、土地対策っていうか、土地対策対策が楽しいんだよね。そう、万引き G メン G メンみたいな感じなんで、なんかちょっと伝わりにくいかもしれないけど。だからね、この千染の太陽は、なんか一見、あ、土地対策かなと思いきや、土地対策対策なんで、だから入れるデッキはね、考えた方がいいですね。そう、自分がチートする側のデッキだったりした時に、これめちゃめちゃ強いので、で、さらにね、やばいのが、まあ、キャントリップついてて、まあ、出して損がないと。まあ、だから出して損がないから、あの、まあ、入れやすいカードでもあるんですよね。というわけで、まあ、モダンでね、まあ、主に主戦場になってるのかな。まあ、その他にもレガシーとかでもね、あの、クラウドポストみたいな、今使われてるか分からないけど、まあ、大量にマナ出す系のデッキが、まあ、自分をマナ出しながらね、そのランド破壊みたいな対策になるので、千染の太陽はね、しかもトロンがちょっとなんか立ち位置良くなったかもしれないから、そういう意味でね、なんか再録とかもされてないので、まあ、買うなら今かなと思います。SP390 円で、まあ、ニアミントで408円と。で、日本語だと、まあ、なんだろう、セールになってないけど、まあ、ここも安いので、まあ、あの、なんか値段関係なくね、おすすめできる商品なんで、興味持った方はね、ぜひ買ってみてください。トロン使いにおすすめです。で、続いて第8位の発表で、第8位はね、なんか個人的に使ったことは一度もないけど、なんとなくね、なんかすごい売れてるなっていうことで紹介したいカードね、この調律をね、紹介したいと思います。調律はね、ウルダズサーガのカードで、なんだろうな、なんかあんま強いカードじゃないと思うんだけど、3マナのエンチャントで手札に戻すことで、3枚ドロー4枚ディスカードっていうのができるので、だからなんつうんだろうな、まあ3マナで、まあ複数回使えるね、そのルーティング系のエンチャントなんだけど、3枚引いて4枚捨てたから、どんどん手札減っちゃうし、
でも最終的にはね、このカードも含めて捨てなきゃいけなくなるから、なんか墓地を肥やすためぐらいにしか使えないと思うんだけど、まあレガシーまで行ったらね、なんかもっと優秀なさ、墓地肥やしの手段あると思うから、なんかこれを使わんでもって思うけど、なんとなくね、売れてるから、もしかしたらね、そのレガシー以外にもね、なんか逃走者とかで需要があるかもしれないので、まあ一応売れてるカードなんでね、紹介してみました。ちなみに日本語版はね、まだ全然在庫あるので、なんか英語めっちゃ売れてるなと思ったけど、まあ日本語だったら今買えるので、なんか使い道ね、見つけた方はね、ぜひこの機会に買ってみてください。調律でした。で次は第7位の発表で、第7位はねこちらですね、俺もかなり使ってて、まあ、お気に入りのカードミシロのガラクタ580円ですね。まあ、ミシロのガラクタはね、まあ、一時期ねものすごい需要が高まって1枚ね最大6000円ぐらいまでなったカードで、でその後ね立て続けに再録されまくってめっちゃ値段下がったんだけど、まあ、カードのね強さは別に据え置きなんで、だから今ねこの580円ではねかなり安いなと思うので、まあ、結構お勧めしたいカードなんですよね。でどういう効果かっていうと、まあ、0マナで出てきて、でタップで敵に捧げると、まあ、プレイヤー1人対象として、でライブラリートップを見るだけなんですよね。で見るだけで、で次のターンにワンドローがついてくるから、だからゼロマナでワンドローに変えられるので、だからコンボデッキとかね、そのバーンデッキみたいな、とりあえずリソース相手にぶつけようみたいなデッキにおいては強い動きをするんだけど、ただ引けるのがね次のターンなんでね、ここがね結構難しいところなんですよね。だからコンボデッキもバーンデッキも1ターンでも早く決着つけたいみたいなところがあるから、だからこの1ターン遅いっていうのはね、すごいきついところなんだけど、ただゼロマナでね、ドローに変えられるし、あと一応ライブラリートップ見るのも、相手のライブラリートップ見たら次のドローが何かわかるから、だから相手の反動がね、その少ない状態だったら、まあ擬似的にね、相手の反動を見てることにもつながるから、そういう意味でミシュランのガラクタはね、なんかこのね、ライブラリ見るっていうのもね、悪くないんですよね。あとまあ自分のライブラリートップ見て、これ引きたくないなと思ったら、まあ、フェッチ切ったりしてね、シャッフルしてもいいんで、だからね、すごい地味な塊なんですけど、ゼロマナでできるっていうのはね、非常に偉大なカードなので、なんかバーンデッキとかでね、まあ、しかもモダンのね、バーン結構今立ち位置が良くなったんですよね。そう、ウーロがいなくなったから、そのゲインバンバンしてくるようなね、デッキがなくなったので、そういう意味でなんかバーン向けにね、まあ、4枚揃えておいてもいいかなっていうことで、まあ、その週間販売枚数15枚ってなかなか売れてるので、まあ、この機会ね、そのモダンのバーンすごい面白いので、興味持った方はね、ぜひ買ってみてください。というわけで、第7位、ミシロのガラクタでした。で続いて第6位の発表で、第6位はね結構旬なカードで、ドゥームスカール708円で週間販売枚数33枚と。でこのドゥームスカールは、まあ、最近発売したカルドハイム その最新のね操作リー呪文なんですけど、まあよくあるねその白の全てのクリーチャーを破壊するっていうリセット系呪文なんですが、結構ね過去のそのリセット呪文から比べてもね相当上位に出る強さで、まあ普通に打つとね5マナのリセットって呼んで、まあ超普通のリセットなんですけど、予言がついてて、で予言だとね、まあ一旦その2マナ払って置いとかなきゃいけないっていう、そのターンロスと、まあそのテンポコロスもあるんだけど、3マナでキャストできるから、序盤の単位ね高速デッキしのぐ上ですっげえ強いんですよね。だから2ターン目にその2マナ払って、その予言っていうのでね何もないターンを過ごさなきゃいけないんだけど、もう次からいつでもリセット打てるぞっていうので、相手にねそれ以上展開したらめっちゃ損するぞみたいな、そういう駆け引きをね、まあ用いることができるので、まあすごい強いねリセット系呪文で、全然モダンぐらいでもねやれる性能をしてるカードなんですよね。というわけで、まあ、レアのカードっていうことで、まあ、流通枚数も多いけど、まあ、カードの強さで言ったらね、全然その1000円相当するカードだから、まあ、これがね、今回このセールで708円っていうのはなかなか安いんじゃないかな。で、英語版だとね、もうちょっと安くてね、608円で買えるので、まあ、とりあえず、ドゥームスカール使ってみたいなっていう方はね、まあ、この機会にね、揃えてみるのをお勧めします。というわけで、第6位、ドゥームスカールでした。で、第5位。で、第5位はね、これなぜか知らないけどね、リシカーの講義がね、680円で週間販売枚数50枚ってので、なぜかね、謎にバズってるので、このカードをね、紹介したいと思います。まあ、リシカーの講義は6マナのソーサリーで、まあ、よくあるね、その緑のクリーチャーの最大分パワーできるっていう、なんかいっぱいドローできるけど、お膳立てがいるっていうね、緑特有の能力持ってるんですけど、まあ、それに加えてね、その点数で見たマナコスト5以下のカードをただキャストできるって、そのテンポ付きなんですよね。だから、スーパードロープラステンポっていうので、なんかよくある緑の、大量ドロー系にしてみれば、そのテンポの損がないっていうのは強いところなんだけど、それにしてもね、6マナっていうのが重い上に、さらにドローも、その戦場のクリーチャー依存だから、どんなね、よくドローできても、3とかが限界だと思うんだよね。あんまでかいクリーチャーいたら、相手絶対除去してるし、で、除去してないにしても除去構えてると思うから、これの解決に際して、消される可能性は高いから、だからこれの現実的なドローはね、もう2とか3が限界だと思うから、で、その後にただキャストできるっていうところで、どれだけお得できるかっていうカードなんだけど、やっぱ序盤めちゃめちゃ弱いカードだし、で、効果も結構ね、大小あるから、なんも強くないかなって思うんだけど、まあ、強みで言うと、なんかその待機系呪文、マナコスト持たない系のカードを叩きやすくできるから、そこなんかな。あとあれか、その最近のティボルトが叩きやすくできるね。そう、ティボルトは、そのまあ2マナのカードとして、カウントされるけど、キャスト時にどっちか選べるから、なんかティボルトを別に叩きやすくできるけど、別にそれって攻撃サイクル全部共通だと思うから、なんかね、今んとこよくわかんないけど、めちゃ売れしてますね。680円で週間50枚売れてるって、どういうこと？
で、日本語どうなの？日本語バリバリ余ってんじゃん。これおかしいだろ。え、これが本当にその608円の力があるんだとしたら、この日本語版200円で、ね、ぜひこの機会に買ってみてください。はい、というわけで第5位、リシカの講義でした。で、第4位の発表で、第4位はこちらですね。俺がね、もうずっと可能性と呼んでやまないカード、きらめくドラゴン408円で週間販売枚数3枚しか売れてないの。俺これもっと売れると思ったんだけどな。まあ、きらめくドラゴンは、一応エルドレインのカードなんだけど、そのエルドレインの特殊セット、そのブロールセットにしか収録されてないカードなんですよ。ただしスタンダードで使えるっていう、みたいなカードなんだけど、そう、特殊セットのカードなんだけど、スタンダードで使えるんですよ。だから今でも使えるし、まあ、スタン落ちした後も、まあ、パイオニアモダンで使えるカードなんで、だ結構ね、その使えるプールも広い上に、効果もね、むっちゃ強いのよね。6マナ56飛行で、そのアーティファクトが3つ以上あったら、呪言得るんだっけ？そう、4つ以上アーティファクトがある限り呪言というので、まあ、その除去耐性もしつつ、さらにアンタップ状態のアーティファクトをタップすることで、その2個タップでワンドローにも変わるから、だからなんかアーティファクトがさ、すごい強い環境とかになったらね、全然パイオニアモダンとかで火を吹く、まあ、ドラゴンだけにね、火を吹くかもしれないカードなんで、なんか持ってるね、スペックがね、全然悪くないっていうか、なんかスタンダードとかでも期待されてさ、買われてんじゃないのっていうカードなんだけど、一応セールで408円ワンコインで買えるんですよね。そうだからね、そう、流通枚数もだってコレクターブースターもしくはそのブロールセットを買わなきゃいけないから、かなりね流通してないカードで、そうコルボルトと同じで、なんとなくね高い値段を、まあコルボルトは使われてるから高いのわかるんだけど、あいつと同じぐらいのね威厳を放ってなきゃいけない感じのカードなんだけど、今408円で買えるので、で俺も個人的にいつでも使えるようにね4枚を所持してるカードなんで、だからね、まあその俺もねおすすめできるカードなんで、よかったらねこの機会にきらめくドラゴン買ってみてください。おすすめです。で、続いて第3位の発表で、第3位はね、このカードなんですけど、これね、人によってはさ、絶対そのストレージとかに10円とかで刺さってるだろうって思う方いるかもしれないですけど、全然ないのよね。というわけで第3位、このティムールの剣士校をね、紹介したいと思います。ティムールの剣士校はね、なんだろうな、そのスタンダード機とかは全然その、活躍なかったけど、まあ、リミテだとね、よく使われた強いカードなんですけど、まあ、リミテの使い方ともう今全く違って、まあ、こいつね、4マナ43で2マナ起動で自分のクリーチャーを手札に戻すことで破壊不能を得れるっていう、まあ、屈強なね、ブロッカーでもあり、アタッカーでもあるみたいなカードなんだけど、そうじゃないのよね、使い方は。こいつが破壊不能を得るとかも全く関係なくて、その2マナでクリーチャーを戻すことによって、例えばなんだろうな、その出た時に土地を何枚アンタップさせますとか、出た時にマナが何マナ出ますみたいな、そういうクリーチャーをね、出し入れすることで無限マナにね、簡単にいけちゃうんですよね。というわけで、逃走した戦で主にその無限マナ発生装置として使われてるカードで、でさらにねこんななりしてるけど、こいつ全然再録されてないんだよね。そうか、いつでも再録できそうな、その2マナ起動で破壊不能得るっていうだけだから、いつでも再録できるデザインであるんだけど、再録が全くないので、なんか価値的に言ったらね、なんかいつの間にか1000円とかになっててもおかしくないカードだから、そうね、380円っていうのはね、なんかこのカードの値段にしてみればさ、だいぶ出世したなって気はするけど、まあ気づいたらね、その1000円とかになってそうな可能性もあるので、まあしかもね、再録されて安くなっても別に知れてる金額だと思うから、一応ね、俺今週これ1枚買おうと思うので、まあ自分が買うっていうのもあってね、おすすめのカード、ティムールの剣士校、よかったらね買ってみてください。続いて第2位の発表で、第2位はね、これ完全に俺使ったこともないし、使われたこともないし、っていうかなんでこんなバズってるのっていうので、まあ単純にね、その週間販売枚数だけでね、選んだ2位のカードで、杉たる実り480円、週間販売枚数もう怒涛の118枚と、なんでこれこんな売れてんの。これインベージョンのカードで、別に再録金しても何でもないから、でしかも強いカードとも言い難いカードなんですよね。まあ、3マナのエンチャントでプレイヤーがマナを出すときに倍マナ出る代わりに1点食らうっていうので、でこれお互いなんで、なんか自分だけたくさんマナ出るわけでもないし、相手だけ1点ダメージ食らうわけでもないから、なんかどこに向けて訴求力のあるカードかわからないカードなんで、なんか全然強くないカードだと思うんですけど、めちゃんこ売れてるんですよね。まあ一応インベージョンにしかないから欲しいと思った時には結構入手しがたいカードであるけど、まあ今効果説明した限りね、みんなえってなってるカードだと思うから、そうよくはなんか魔力のトゲみたいな、そのなんかマナを寝かしてどっかで使おうとするデッキに対して機能するカードならわかるんですけど、倍マナ出たらね、さすがにコントロールデッキとかも、そのなんていうんだろうな、砂漠&フィニッシャー展開みたいなのがね同時にできちゃうから、なんかコントロールの牽制にもならないし、でダメージも1点でビビたるもんすぎるしっていうので、これね、マジでわかんねえんだよな。なんか使い道わかんないカードだけど、めちゃめちゃ売れてるっていうことで、まあ皆さんにね、お伝えしたいっていう一心だけで選びました。杉たる実りでした。ちなみに日本語はね、めちゃんこあるので、だからもしかしてこれについて日本語もバズると思ったら、もうこの120円でね、9枚買えるんで、よかったらね、買ってみてください。というわけで、第2位、杉たる実りでした。
はい、というわけでね、今週の第1位の発表に移りたいと思います。で、今週の第1位はね、まあ、週間販売枚数でもなく、まあ、カードの強さでもなく、俺個人がね、あったっていう感動だけで選んでしまったカード、こちらですね、積成エンジニアの拡張フォイルバージョン1408円をね、紹介したいと思います。まあ、このカードはね、単純に俺ずっと探してたから、今週在庫に上がってるだけでも驚きなのに、セールに上がってるってので、もうその2段攻撃に俺が耐えられるはずもなく1位に選んでしまったんですけど、まあ、カードもね、単純に強いので、まあ、皆さんにおすすめのカードであるんですよね。まあ、4マナの伝説のアーティファクトで、まあ、機動能力が3つあって、でこの機動能力3つが2マナタップで誘発か機動能力をコピーするのと、3マナタップで操作リーかインスタントをコピーするのと、まあ、4マナタップでパーマネント呪文を対象を取って、でそのパーマネントのコピートークンを出すっていう能力なんで、まあ、とにかく戦場にいたらね、もうその後の塊なんで、で相手からしてみてもそのマス力の対象なんだけど、まあ、その戦場にいればいるだけね、その分だけアドバンテージが稼げるカードなんで、だからね、まあ、めちゃめちゃ強くて主に逃走者戦で使われてて、まあ、割とねどのデッキにいてもね丸い強さなんで、最近逃走者始めたよっていう人は別にこのバージョンじゃなくても、まあ、入れるだけでだいぶデッキ引き締まるし、で、まあ、逃走者においてはね、まあ、相手1人殺せるぐらいの機動能力持ってるやつとかだったら、まあ、それコピーするだけでね、あの2人分殺せたりするんで、そう、特に逃走者の中だと、まあ、豪快にその10点ドレインとか10点ルーズとか持ってるやついるから、まあ、そんなのね2万でコピーしちゃったら、その倍ダメージになると、そう、銃とかはねちょっとさすがにシャリにならないから、あのそういうねフィニッシャーにもなり得るカードだし、まあ、序盤のターンとかね、なんとなくなんかしょうもないあの誘発とかコピーしてるだけでも後稼げるから、まあ、とりあえずね適当に出て強いカードであるし、しかも今回ねこの拡張フォイルっていうのがかっちょいいバージョンなんで、まあ、手に入る機会もねだいぶ限られてるので、まあ、よかったらねこのセールのタイミングに買ってみてください。ちなみに俺も1枚買いました。まあ、てな感じで今週のハリレアセールランキングでした。いかがだったでしょうか。まあ、もし面白かったら面白かったってコメントいただけると俺のねモチベーションにもなるので、コメントなどよろしくお願いします。で、大宮店のオープンが明日なんですけど、おそらくね、まあ、毎年その新店舗がオープンするたんびに福袋っていうのが販売されるので、で、その福袋はね、多分買ってくると思うから、まあ、明後日ぐらいね、その動画も上がると思うので、気になる方はね、ぜひチャンネル登録してそちらもチェックしてみてください。で、次回のセールがね、今週のセールが、17日までなんで、次回第62回はね、18日公開予定で、まあ、投稿すると思うので、そちらもね、よかったらチェックしてみてください。それでは皆さん、また来週のね、ハリレアセールランキングでお会いしましょう。さよなら。